も旬です。こんにちは。今回はノンスタイルの井上さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回は、はい、ネガティブな就活生の登壇にポジティブな井上さんに乗っていただきたいなと思ってます。大丈夫ですか？これね、そんな大して就活もしたことない、はい、僕が実際に就職活動って技術的な部分よりも、うん、気持ちの部分の方がやっぱ大事だったりするので、まあ確かに今回登壇来てくださる方は今絶賛就活中の方と最近就活を終えたネガティブなあの考えを持ってしまうという2人になります。日本大学4年生の宮下優子です。筑波大学3年の国徳結衣です。井上さんってネガティブになった時とかってありますか？いや、それは生きてたらありますよ。ポジティブを割と履き違えてる人が多くて、うん、ポジティブな人って落ち込まないんでしょっていう人多いんですよ、はい、いや、落ち込むに決まってるし、嫌なことだってあるし、でもそのネガティブな気持ち、落ち込んだ気持ちをだらだら引きずらないっていう考え方ですね。どうやったら引きずらなくなるんですか？嫌なことがあったりしても、一日の終わりは楽しいことで終わろうと思ってるんです。万が一夢を見て、ハッピーな夢が見れるんじゃないか。夢の中でハッピーな夢を見たら、次の日朝起きた時、明るい気持ちで目覚めれるんじゃないかっていうのは心がけてます。楽しいことで終わろうっていうのは、うん、寝る前に想像するとかでもいいんですか？そう、何でもいいと思います。僕はだから、もたんに漫画一冊読むとか、後輩たちと飲みに行くとかもそうですけど、何でもいいと思います。そこを切り替える作業はするようにしてますね。そういうのが積み重なって結果的に引きずらなくなったりとか考え方が変わってきたっていうことですね。そうですね。8月頃に就活を終えたんですけども、内定ももらえず、周りが遊んでいる中で一人で頑張らなければいけないというところにすごいネガティブになってしまいました。ゆかさんがおっしゃる、周りを見た時に周りが遊んでる、俺は周りと比べないようにしようと思ってます。どうやったら比べなくなるんですかね。僕らこう言うてるけど、お笑いの世界、どうしても周りと比べられる世界やから気にはするんですけど、僕自身は周りと比べるぐらいなら、昨日の自分と比べようと思います。昨日の自分と比べたりはしますか？昨日の自分と比べるよりは全然 90% くらい周りと比べてたかなって思いますね、うん、だって周りと比べても環境が違うから対等な戦いじゃないんですよね。生まれ持ったお家がお金持ちな家で育った同級生とはやっぱり戦いようがないから、そこと比べるとしんどいでしょう。周りと比べるときにみんなやりがちなのが、はい、周りと比べてますって言うけど、自分よりも上がってる人ってこと、楽しそうな人とか、自分よりハッピーな人と、まあ、自分を比べたがるから、自分より下とは比べないんだよね。ゆかさんより苦しんでる就活生もいるけど、はい、そっちと自分は比べないから、特に日本人って下も見た方がいいと思う。下も見た、下も見た。いや、これ絶対大事だと思う。俺なんかが後輩と飲みに行って、まあ、全然売れてないやつを面倒見て可愛がってる、利益なんか一つもないけど、でも現状今自分が置かれている環境って悪くないやなと思うけど、下もやんか。確かにそうですね。上だけ見てるとしんどいから、もう上も見て下を見るっていう作業が本当俺すごく大事だって。そもそもがさ、日大に入れてる時点で勝ってるわけよ、他の大学と比べたら。はい。そうだよ。強引にでも私は勝ってるんだって思う部分を俺は増やしていくことがポジティブになる一番の秘訣かも。お、確かに。昨日の自分と下も見るっていう、この2つの要素を就活ごとに入れるっていうですね。私は自分に何も取り柄がないんじゃないかと思って、自分に自信がないっていうのが悩みです。面接絶対聞かれるじゃないですか、取り柄は何ですか、何と答える予定ですか今のところは。強みとしては困難なことでも絶対に乗り越えられるっていうところを強みにしてます。それがあるんやったらそれでええと思うし、俺が就職活動してた頃なんか20年以上前から今とは時代違うかもしれんけど、結局今言った自分に自信がないって短所ですよね。でも短所って表現方法で長所に変えれるから、で自分に自信がないのが短所です。でもそれを短所やって分かってる、自分に自信がないから自分がやるお仕事の行動に何回も何回も再確認して仕上げることができるっていうと長所。自分が自信がないって俺はいいことだと思いますよ。自信があるやつはパワーみなぎってるけど、はい、でもやっぱりお仕事が雑な感じするから。行ったかとかっていうのは難しいですよね。だから自分が働きたい仕事、好きな仕事を見つけてれば必然的に熱量出てくるけど、それが見つかんないですもんね。私はずっとそれこそ11月から就活してて、6月ぐらいまで見つからなくて、ようやく6月に見つかって、うん、7月頃に内定いただい
って、うん、11月から6月頃までの期間は苦しい期間が続いて、今おっしゃった表現って恋愛と一緒やから、好きな人がずっとできませんでした、彼氏もいませんでした、でもたまたま行った合コンで好きな人ができて物をアタックしたら付き合いました、やってることはね一緒なのよ。恋愛やったら女子友達集まってうだうだ喋りながら楽しいのに、面接ではそうならんってことでしょ。やっぱどっかスタートラインが、働きたいという気持ちがその多分当時は薄いんやってます。そこのスタートラインが薄いと就職活動がうまくいってても多分楽しくないから、まずは働きたいと思う気持ちが大事やし、はい、思わないんだったら俺は苦労して就活なんかせんでええと思う。僕らの若い頃と今の時代が違うのは、今の時代は本当若い方々可能性に満ち溢れてるから、自分で何かをしようと思ったらこういうね YouTube もそうですし SNS でもそうですけど、やろうと思えば何でもできる時代じゃないですか。俺らの時はそれができなかったから、映像に映りたい、面白いことやりたいなんて、俺らの時にはテレビに出る、芸人になるしか方法論がなかったけど、今は面白いことやりたい、それ一人で YouTube で発信する、それがバズるかどうかは別としてできる時代ではあるから、企業に就職するだけにとらわれなくてもいいんじゃないかなと思います。あと在学中に就職決めないといけないって思わなくていいような気がします。ゆいちゃんとかやっぱやらなきゃっていう義務感の方が多めですか今は？今はやっぱり周りの人もやってるし自分もやらなきゃっていう、その周りの人をより広げるともしかしたら変わるのかもしれないっていうことですかね。自分の視野がまだ狭いのかなって思うので、もっと周りをちゃんと見て視野を広げて取り組んでいかないといけないのかなって思いました。何をもって働くかっていうところが大きくて、生きていくためにお給料を稼ぎたい、だから働く、これがもし理由なのであればアルバイトでもいいわけよね。正社員になりたいってことは何かをやっぱやりたいっていう明確なやっぱ目標を作らないとやっぱ企業の社員さんにはなれないから、それを就活で焦るぐらいならやりたいことを見つけることに焦ってる方がいいんじゃないかなと思う。だから別に面接とか企業も行かなくていいと思うし、その間に他の人は就職活動してるかもしれないけど、私はまだやりたいことを見つける作業をする方が結果見つかってから倍速で進むから。めっちゃいいこと言いますね。本当ですか？自分が路頭に迷ってしまうんじゃないかなっていう不安がすごいあります。路頭に何か迷わんし、本当にそうだと思う。どっちが好きやねん、石田さん。そうやろ。だから上じゃないで。